平野紫仕様、間違えちゃった、ダンス動画に反響。どこが間違ってるかわからんの声。こんにちは、尊敬される読者の皆さん。音楽、演技、そしてもちろんダンスと、多彩な才能を持つ平野紫仕様、ショウの、が、またしても注目を浴びています。最新のインスタグラム投稿がファンを驚かせ、賞賛の声を集めているのです。 8月31日木曜日、平野潮は自身のインスタグラムアカウント、アットションウで採用デイを更新し、ダンサーアツシとのコラボレーションダンス動画を公開しました。この記事では、そのダンス動画がどのように反響を呼んでいるのか、そしてその魅力に迫ります。驚きの一言、間違えちゃった。投稿されたダンス動画に添えられたキャプションは、間違えちゃった。 一体何が間違ってしまったのでしょうかその答えを探るため動画を視聴しました。動画では平野耀と厚志氏が息を合わせ洗練されたダンスパフォーマンスを披露しています。二人の協力プレイはまさに見事でダンスのリズムに合わせて完璧に演じています。しかしそのキャプションに間違えちゃったという言葉がついていることに多くのファンが首をかしげました。 絶賛と謎の言葉。驚くべきことに、このダンス動画には、どこが間違ってるかわからん、すべてかっこいい、ダンスしている姿が見られるだけで幸せです。すべて正解、といった絶賛の声が相次ぎました。ファンたちは、キャプションに隠されたメッセージや意味を解読しようと奮闘しているようです。 一部のファンは、厚志氏が30日に行ったインスタライブで、今日もダンスしたよ、どっかであげれたらいいけど、とコメントした場面に着目し、動画が、早速昨日の約束の動画なのかなと期待を寄せました。これに対して、ファンからは、早速投稿してくれて嬉しい、勇士すぎるとの賞賛が続出しています。 厚岸氏も自身の SNS アカウントで感謝の意を表明し、平野紫耀のハッシュタグをつけて投稿しました。その結果、2万件を超えるいいねが寄せられています。厚岸氏のサポートにも応え、平野紫耀のファンコミュニティはさらに団結しています。結論、謎に包まれたダンス動画の魅力。 平野紫耀とあつしの間違えちゃったというダンス動画は単なるパフォーマンスを超えてファンの心を捉えました。キャプションに込められた謎めいたメッセージ、そしてそのダンスの美しさは多くの人々に感動を与え疑問を投げかけています。この動画はひとえに音楽と踊りの組み合わせではなくアーティストとファンの緊密なコミュニケーションを象徴しているかもしれません。 何が間違えちゃったのか、そしてこの謎がどのように解けていくのか、私たちは今後の展開に期待しています。読者への挨拶。この記事をお読みいただき、ありがとうございます。平野仕様のダンス動画は、ファンとアーティストの絆が生み出す魔法の一瞬を捉えたものと言えるでしょう。 謎めいたキャプションの背後に潜む物語がいつか解き明かされる日を待ち望んでいます。どうぞ引き続き、平野仕様の素晴らしい芸術に注目し続けてください。